はい、こんにちは、ライムです。ということで今回は全人類待望の3周年アップデートで追加された超レア素材、どこで入手できるのか解説。はい、ということでですね、皆さん、ナオリュー3周年楽しんでますか？で、そんな中でですね、タイトルで言った通りなんだけど、マオリューのね、新たなアップデートで装備の超進化というものがありましたよね。で、その上で必要な素材というのが何個かある。そして属性解放というものも現れて、属性解放するために必要な新たな素材というのもあるんですよね。皆さんね、今回のアップデートで追加された装備の超進化は、このレベル60以上にこういったね、思考のマバがね必要であったりとか、それから、まあ、武器とか防具を60以上にしようと思ったら、またね、別の素材、防具であればこの思考の麻痺、これが必要になったりとかするんで、ガチ、特にガチ勢の方だね、ランキング戦とかで他のユーザーと差をつけたいと思ってる方は、これらの素材が必須になってくるわけなんですよ。で、なるべく他のユーザー、プレイヤーよりも早めに素材を集めたいよね。早めに集めた分だけ他のユーザーと差がつくわけだから。ということで今回はですね、まあ、これらの、まあ、どこで入手できるのかなって話をしていくんですが、早速一覧も出します。これだ、ドンということでね、まあ、こういうことなんです。まあ、ちょっとね、一つずつ軽くお話ししていこうかなと思うんですが、一応二次手術が決勝地区のクエスト初回報酬、それから貿易リストに稀に出現、それから3周年記念メダル交換所、それから踏破線交換所になってて、先ほどの思考系だね、思考のマガー、マヒー、マバ、これ3種類ともですね、建国施設、それからごく稀に貿易に出現、それから属性の魔法界は結構入手場所いろいろあって、まず建国施設で属性の魔法界手に入ります。あとその他記憶石の交換所、それから成長の種交換所、武勇祭の報酬、英傑杯ランキング戦報酬、それから月イベントの交換所にもあったりとか、あとは3周年記念交換所ですね。あと課金パックでも買えたりします。結構単価高いけど、はい、一応こんな感じにはなってるんですけど、今後ですね、この全ての素材に関して入手場所はどんどん増えていきます。ちょっと前までレアでやったプラチナハンマーをね、今入手場所かなり増えてるんで、それを考えると、まあ、今のね、この新たに出た素材等も、まあ、入手はしやすくなってくるのかなということです。で、まあ、一応ちょっとね、一つずつ見ていきますが、二次手土の入手方法にある結晶地区のクエスト初回報酬、まあ、それどこかって言ったら、まあ、あのここだね、わかるよね。結晶地区解放して開拓クエスト一つずつ進めていくとですね、ここで二次手土が一個ずつもらえていきますので、こちらはですね、しっかり、開拓するだけなので、そんなに難しいことでは全くありません。で、あとその他貿易リストに稀に出現というものがありますが、皆さん貿易やってるよね。これはね、忘れずにやろうね。びっくりマークついてたら、そう、今ちょうどこの思考のマガの貿易もしてますが、ここにですね、稀に現れるんで、11時更新なので、11時更新されたらここをね、しっかりチェックしましょう。あと2日ってなってるんで、2日後にはまた、ここの11時になったら新たなね、ラインナップで更新されるので、ここのチェックは必須、忘れないように。ログインして11時過ぎたらとりあえずここを確認するっていうのは非常に重要なことになってくるんで、これも日替わりというか日によって変わってしまうの、更新されてしまうので、取り逃してしまうとね、その回の貿易はもう一生手に入らないので気をつけましょう。その分だけ、取らなかった分だけ他のユーザーと差が開いてきます。で、あとは皆さんお分かりの通りですね、3周年記念メダル交換所、こちらもですね、レア素材並んでます。魔法界であったり、この二次ハンマーとかね、こういったもの並んでるんで、ここでゲットしてあげてください。はい、それから新たに踏破線の報酬も変わってですね、ここで二次ハンマー、なんと二次ハンマーが5つ手に入れることができる。プラチナハンマーに至っては8個、
すごい交換できるから、さっきも言った通りですね、だいぶプラチナハンマーに関しては配布は緩くなったんで、ここを周回してですね、しっかりプラチナハンマー、なんなら金ハンマーまで全部ですね、まあ集めていきたいところではあるということだね。はい。で、あとは思考系ですね。思考系はまあごく稀に貿易にもさっき見た通り出現するっていうのと、あと建国施設ね、メインはこれもまたに確率超低いんだよね。これ作ってる人どれぐらいいるかわかんないけど、そう、こんな感じでですね、マガの錬成所、マヒの錬成所、マバの錬成所という感じで出てくるんですけど、なんと思考のマガの確率レベル9時点で 2%。 これね、確かね、レベルマックスにした人の話聞いたら 7% だったかな、 6% だか 7% くらい、最大レベルでも今の現状のね、また今後レベル上がってくかもしんないけど、今現状のレベルマックスでもそれくらいの確率っていう話なので、よっぽどだよね。だからこれを仮に10日間ね、継続して作ったとしても思考の間ができる可能性の方が低いっていうことだね。確率で言えば月に1個か2個できればいいぐらいの確率だからね。要するになかなか厳しい戦いですね。はい。ということで、まあ僕らができることは、なるべく早くこのマガの錬成所のレベルを上げて、なるべく早く確率を上げるっていうことが重要になってくるのかな。あとはまあさっき言った貿易ですね。これ絶対忘れずにだね。貿易出たらもう即交換。これ鉄則ということになってきます、今後は。はい。で、あとは、魔法界シリーズについては、まあ今回のですね、一番獲得しやすいのは、まあ、鍵、属性の魔法界に限られるけど、ここの魔法界採掘場だね。ここであれば、属性の魔法界が確率なんと 55% で今4つになってるんで、これもまたレベル上がればどんどん、まあ、入手しやすくなってくると思うんで。はい。属性の魔法界に関してはここ。で、他のですね、加護と、戦闘の魔法界については、こう難易度高いね。武勇祭報酬であったりとか、英傑杯のランキング戦報酬とかになっちゃってるんで、あとは記憶石の交換所とかもあるんだけど、レートが結構高いよね。交換レートが。ここじゃねえな。これ?そう。極み星号の記憶石とかと交換になっちゃうんだよね。すげえレートが高い。ここ。なんでかわかんないけど。異常に高いので、ここの交換はあんまりおすすめしないけど、だから僕らができることは武勇祭とか英傑杯のランキングを頑張るしかないとこなんだよね。これが今紹介したアイテムの中で一番レアだね、現状。この戦闘の魔法界と加護の魔法界だから、むやみやたらに使っちゃうと結構後悔すると思うんで、ここぞっていう時、もうこのキャラずっと使ってくぜっていう確信が得た時に使うのがおすすめ。ちょっと下手なキャラに使っちゃうともったいないかなと。わあ、このキャラに使えばよかったとか絶対ありそうなんで、ガチ勢ほど後悔すると思うんで、まあこちらのですね、加護と戦闘の魔法界についてはだいぶ、まあ、考えながら使わないといけない。まあもちろん属性の魔法界についてもですね、一つのキャラ育成するだけでも相当使うので、日々のですね、生産が大事かなと思う。さっきの建国施設だね、あちらで、まあ、なるべくそちらもレベルを上げて早めにいっぱい生産できるようにしておくと、まあ後が楽かなというところですね。はい、というところでしょうか。一応現状のですね、まあ、レア素材の入手方法こんな感じになります。まあちょっと抜けてるとこもあるかもしれないんだけど、まあ、なんか抜けてるところここでも取れるよみたいなことがあればコメント欄によろしくお願いします。あくまでこれ11月の5日現在だからね。またどんどん今後ですね、入手場所は全てのアイテム増えていくと思うんで、そうなってくるとまあ楽になるかな。まあ、現状はですね、数に限りがあるんで、他のプレイヤーさんと差をつけてなるべく早く、そしてランキングでもいい成績を残せるように頑張りましょう。で、あとこの後ですね、また超進化の装備どれがおすすめかっていう話もしようかなと思うんで、また別動画でお会いしましょう。といったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録
そして高評価、メンバーシップ登録もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。